はい、皆さん、こんにちは。漫画家の下田慎です。はい、です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、ちょっと初心に帰って、私がやりたい企画をやりたいと思います。はい。プロ絵師と初心者、1分おきに交代でイラスト描いて、最高の絵を完成させようという企画になっております。最高の絵は完成しない。でもね、これ昔実はうちのチャンネル始まったばっかの頃にやってるのね、何度か。やった、あ、この企画。やったか。で、やっぱりその頃の S 君はまだ本当の初心者だったから、うん、やっぱり結構厳しかった、私とコラボしたらね。うん、だからやっぱどうしても S 君が足を引っ張ってしまって、うん、なんか微妙な絵が出来上がったの。いや、十分今も足を引っ張ってる。でもね、あれから S 君はやっぱね、描き続けてきて、なんだったら最近の S 君の口癖は、うん、ちょっと新本先生の影響受けすぎちゃってかな、俺、新本先生の絵に似てきちゃった、なのよ。まあ、言うてるかもしれん、それは。ってことは、今二人で絵を描いたらだよ。うん、もはや、新本慎が描いた絵がただ一枚完成するんじゃないかと。いや、でも俺、それ、俺の口癖なだけであって、全然絵は似てないんだ。ということで、S 君の成長っぷりを確認するためにも、うん、1分1分で交代して、この1ページ、このね、キャンバス1個埋めたいと思います。おで、今回のテーマは、まあ今の季節に伴って、冬のイラストを描きたいと思いますので、はい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 、早速チャレンジやっていきましょう。はい、では早速私から描いていきます。はい、どうぞ。じゃあまず描き始め、冬のイラストなので、まあちょうどさっきこのね、動画をね撮る前に冬のイラストの描き方をね、女の子のイラストの描き方をやってたんですよ、企画としてね、うん、確かにやりました。 S 君はちょうどそこで何か学んだことを活かせるんじゃないかなというバトンを、ま、回そうと思います。割と物の5分前ぐらいに聞いたからね、その話を、ね、そうでしょ、そうでしょ、うん、だからまだ頭の片隅に覚えてでは、うん、まあきっといい感じの絵が F 君が描いてくれるんじゃないかなと。あ、はい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 、交代です。はい、じゃあ S 君どうぞ。はい、いきます。はい、今じゃったな、息はな吐息を描きました、吐息を。吐息なんか謎の微生物が発生しているようには見える。ということで1分経ったので交代します。いや、ちょっと待って、すでにだいぶ髪がやばいことになってきてる。修正しなくちゃ、この髪を。でも短い髪の毛ってことでいけばいいんじゃないの。え、で、首かいたでしょ。あ、首かいた。マフラー任せようと思ったのに。あー、そうか。え、どうしよう。でもなんかこのマフラー任してる、首かいちゃったな俺。だいぶ下の方にマフラー巻いてることにしよう。じゃあでもちょっと見えてて、ちょっとマフラー緩めてるみたいな、うん、ちょっとありじゃない。だいぶ心のマフラー緩い女になった。まあありっちゃありじゃないか。あり？やばいやばい、体私が描きたかったな。大丈夫、俺マフラーの模様描くから今から。マフラーの模様、体は体。あ、わざわざ。はい、じゃあ次 S 君どうぞ。はい、いきます。はい、僕のターン。マフラーの模様を描くから、まず基本マフラーの模様は全部ハリーポッター仕様だから。マジか、前これ私さ、秋のさ動画の描き方でさ、うん、チェック柄の描き方やったと思うんだよね。あ、やったわ。教えたんだけどそれも生かされなかったね。やっぱチェック柄じゃないよねそこは。なんで今時こんなさボーダーのマフラーしてる女いないって。マジで、たまにいると思うけどな。はい、交代です。マジか、ちょっとしか描けなかった。じゃあとりあえず私マフラーの柄からいきます。はい、ちょっとねここまで描いたけど、あれだ、バックハグしてる男子描くわ。じゃあもうちょっとやっぱ女子の顔がなんか恥ずかしげでもいい。あ、確かに確かに、なんでだろう、いつもよりも描けないんだけど S 君に釣られるんだが。あ、終わった。なんだ、釣られるっていうのは。なんか S 君の画力に引っ張られる。意味が分からん。はい、どうぞ。男子の続き書いてね。男子の続き書いてね。あ、ちゃんと、あ、鼻はね。よし。マフラーか、マフラーすればいいんだ、男子も。あの、2年間一体何を学んできたって位置に首を書いたね。オーダー。おそろなの、そこ。やっぱね。カップル設定でしょって。カップル設定。はい、交代交代交代。いきまーす。早い、1分もう。とりあえずここからか。え、何この首が細すぎるんだけど。
じゃあ体じゃない次俺そう来たら。そうだな、この髪描いたら。むず。体むず。あ、いいじゃん。結構かっこいいじゃん、髪で。あ、いいじゃん、いいじゃん。髪補正が効いたね、ちょっと。やっぱ髪描いた方がよかった、絶対。うん、そうだな。髪でちょっとイケメン感増したけど。補正がかった。ちょっとしかね、ちょっとしか出てないよ。ちょっとしか。何バックハグってしかも。どうやって描くのよ。バックハグだ。あ、やべ、ちょっと待って。あ、でもいいとこまで私描けたよ。ここまで来たら残りはいけるだろ。描いたことねえ。じゃあ、S 君、どうぞ。後ろからハグ、うん、ごめん、俺さ、多分、陰な人間だから、後ろからハグなんかしたことねえから。いや、するしてないじゃなくて、単に想像して書けるか書けないから、私だから。大丈夫で、世の中のオタク大半がしたことないのにみんな書いてんだから。やっぱやったことねえから書けねえやん、それ。大丈夫で、漫画からほとんどが俺もしたことないってみんな思ってるよ。やったことないのも書けってむずくね？ちょっと待って。すごい力出てる。2、3。あ、指の本数間違えない、偉い。あ、いい、偉い偉い。指の本数間違えない、偉いよ。進歩だよ。こういうことだな。昔指の本数間違えてたからね。そっからは進歩だよ。はい、交代。交代です。全然書いてなかった。ちょっとだけ書いちゃった。いきます。やばい、これだけ見てひどい絵だわ。ちょっとね、こうしてくれて、ここの手を貫通してるけどね。ちょっとルフィや、それ。ゴム人間やん、腕。こっち側は私が書くね。うん。ゴム人間の腕してるわ、片手。あ、でもいいわ。顔がイケてる分、なんか手が変でも、ちょっとごまかせてるわ。ごまかせてるか？片手明らかにおかしいやん、それ。あ、でもなんか学生らしい感じに。なんか、あ、終わっちゃった。はい。パスです。オッケー。これでも完成だな。女の子の方はだいぶ、男の方まだ体がハゲてないから、描いて。これでももう体なんかこうじゃん。おぉ。あ、いいよ、いいよ、いいよ。シモ先生がよく描くシワみたいな。シワそんなに描かないよ。え、洋服のディティールは？洋服はこれはロングコートってことで。こいつの服めっちゃだ。ここにやっぱりちょっとこれはエモい感じじゃん。いやそうだな。だから初雪テーマ。ここに元彼を描く。振られちゃって今あーみたいなね。結構すごい衝撃的な絵だね。元彼いるんだそこに。ここにねちょっとやっぱ描く。あ、やだ、ここでパスされるの本当にやだよ。終わった。いくよ。はい。え、元から返したよね。一応ルールは相手の書いてる鈴木からだからここから書くね。元彼がいい。じゃあやたら顔だけイケメンになっちゃうやん。どんな表情でこいつはこれを見てんの？じゃあお前幸せになれよみたいな感じ。お前幸せになれよみたいな感じにしよう。じゃあこっちはマッシュヘアのとこにしよう。お。元カレマッシュだったんだ。元カレマッシュだったけど、やっぱ輪郭が変だから振られたんだろうな。いや、そういう問題か。元カレ金髪マッシュだったんよ。いや、ちょっともう。金髪マッシュか。輪郭が変でちょっと振られちゃったんよ、きっとな。かわいそすぎるだろ、輪郭変で振られるよ。こいつはちょっとこう、冬のダウンみたいなのにさせようかな。おい、やめてくれよ。書けねえじゃん、ダウンなんていうの。あ、交代。じゃあ、モコモコしてるってことでしょ。うん。何？異素材ミックスじゃん。いや、ダウンだからさ、モコモコしてるって言うから。結構なんかすごいこうなってない？縮まってないこいつ。エース君のそのさ、髪ギリギリまで絶対収めようっていうさ。モコ。見切れててもよかったよ、あれ。はい。よし。手袋もしてるから。これ手袋してるの？うん。一応ね。え、で、ダウンなんだよね、これね。ダウンだよ。一応ダウンにするわ、こいつの服。モコモコダウン。肩上がりすぎ。肩上がってるよな。相当上がってるわ、こいつ。ここだけ細かいんだよ、めちゃくちゃ。こんな感じ？まあ、こんな感じでしょうね。で、ちょっと下からこう服が見切れてて、え、まじ、これにズボンを描くの？うん。むずすぎるんだけど、まあ、どう？最近のズボンってどんな感じ？わかんない。ちょっとダボってる感じ。ちょっとダボってる感じ？ちょっとダボってる感じで。いや、両方かけやん、もう。そこまで来たら。間に合わなかった。いや、ダウンに時間がかかりすぎた。でもまあ、片足別に参考にかけばいいだけじゃん。これをトレースすればいいだけだな。トレースできてない。トレースできてない。こいつにやっぱ息を吹きかけて。これ悲しくねえんだよ。こいつ悲しい顔してないんだよな。ていうか、肩寄りすぎてる。もうでも書くとこねえよな。いや、全然あるよ、いっぱい。まだまだ。ここにじゃあクリスマスツリーか。うん。あ、終わっちゃったよ。あ、べべ。あー、ふしくん悩んでるうちに。あ、ほいほい。じゃあ、
とりあえずどうしようかな。なんかわかんないけど、この人たちのなんか奥行き感を示したいから、なんとかこう先に私が背景を書いときますね。ああ、なるほど。こうやってしとけばエス君もちょっとイメージがほら湧くでしょう。まあ確かに。こうちょっと柵でこういう風に、なんか、どういう場所なのかわかんないけど。ちょっとなんかいいやん。でもこいつがちょっとほらさ、見てみ。右側見てるから。ほら、目線が。あ、おちらっとこいつのこと見てるの確認して。うん、嫌なやつこいつ。嫌なやつじゃない。だとしたら本当に。この男は嫌なやつやな。嫌なやつだよ。あ。あ、オッケーオッケー。クリスマスツリーをね。はい。じゃあ、はい、クリスマスツリー的なの続きお願いします。怖っ怖っオーナメントじゃないや鼻星なの星の付け位置おかしくねあとなんだっけ、ああ、ちょっとオーナメントかな。ええー、もうやだ。オーナメントか。分かった。じゃあちょっとオーナメントかけてくれ。こうやってやっぱ綿毛みたいなのがオーナメントっぽくない？綿毛か。こういうさ。やっぱ一回書いてもらわなきゃダメだな。全然思いつかないわ。あとなんか星とかもさ、こういう星じゃなくてこうさ、こういうさ、なんて言えばいい？あ、トナカイのソリ。トナカイのソリね、それ。トナカイのソリなんかソリとトナカイみたいなオーナメントありそうじゃないこれで。ソリトナカイとか、ソリそのものに。もうじゃあこれは完成でいいや。そいつは完成。ちょっとやっぱこいつに、やっぱケーキ持ってたんで、ね。あ、なにケーキ持ってたら彼女浮気してたんじゃないのあとちょっと空いてるとこ埋めて埋めて。雪雪雪か。うん、雪降らせよう。え、ちっちゃ。ちっちゃ。細かっ。いや、せめてこれぐらいのサイズ感ってよかったじゃない、雪。あ、そんな長くていいの？うん。マジか。いや、奥行きの方はね、もっとあれでもよかったかもしんないけど。そうなんだ。こうなってくると女子も悪女感出さなきゃダメだ。だからそうだな。こいつだって浮気してる説じゃない？なんて最悪な絵になっちゃったじゃん。まあこいつキュッて肩上がっちゃって、キュッて肩上がっちゃってるからな。でもその感じでいくと肩上がってでも納得いくやん。驚いて。その割にはでも優しく、じゃあ最後 S 君で終わりね、これで。はい。完成しましたー。お疲れ様でした。ということで、見てください。こんな風になりました。いや、いいんじゃない？よくないよ。まあ、俺がほぼ書いたかわからんぐらいのイラストだったら。明らかによく見るとさ、まずここ。ここだけゴムゴムのみ食ってるよこいつ。でも分かんないよ、遠くから見たら分かるよ。だからここにやっぱ目いくから、いや、ここがなんかあんまりイメージがいかない。元カレのキューね、この背中のキュッてなってる。いやけどこのキューがまたいいじゃん。いい。だからやっぱこう見ちゃってあっみたいな、また上がってる感じがいいから、ね